大リーグ、エンジェルスから FA フリーエージェントとなっていた大谷翔平選手がドジャースと契約することを決めたと、自身のインスタグラムで発表しました。大谷選手の代理人事務所によりますと、契約は10年で総額7億ドル、日本円でおよそ1015億円だということで、アメリカのメディアはこれは総額でプロスポーツ史上最高額での契約になるとしています。そんな中、大谷翔平選手の家族の生活が気になりますね。7歳上の兄、龍太さんも野球選手で、四国の独立リーグや社会人野球でプレー。現在は現役を引退し、トヨタ自動車東日本でコーチを務めている。おととし、岩手県内のマンションを購入しました。3000万円超のローンを組んで購入したそうですが、彼も当然のように翔平くんを頼ることはなかった。お母さんと同じく、自分の生活は自分で働いたお金でという考えを徹底しているんです。2歳上の姉は、幼い頃の大谷にとって常に身近にいる存在だった。一緒にバドミントンをしたり、喧嘩も龍太さんよりも年の近い姉との方が多かったという。その姉は、2020年に大谷の恩師である、母校、花巻東高校野球部の関係者と結婚した。父、徹さんは翔平が恋のキューピッドなんだと嬉しそうに周囲に話していたという。恩師と姉の結婚に、大谷選手は大きなプレゼントで恩返しをしたいと考えたこともあったようです。ですが、姉夫婦がそれを受け入れなかった。二人は岩手県内の賃貸の一戸建てで暮らしています。大谷選手に援助してもらえば、裕福な暮らしをすることも簡単でしょう。それでも周囲には、地に足のついた生活が心地いいと話しているそうです。母は息子からの援助は受けずにパートを続けているようです。大谷のプロ入り後、佳代子さんは収入の管理を担っていた。息子から目が飛び出るほどの大金を預かりながらも、佳代子さんはパート勤めを続けており、その生活は今も変わっていない。ある時、大谷選手が佳代子さんにいつまで働くの、と聞いたことがあったそうです。すると佳代子さんはあなたに、おんぶに抱っこというわけにはいかないでしょ。と、笑って返したのだとか、父の徹さんも息子が活躍するようになったからと言って、子供に飯を食わせてくれとは言いづらいよと冗談めかして話していたことがあります。息子は息子、自分たちは自分たちなりにやっていけているんだから、それで十分ということなんでしょう。大谷選手のお金には、現在も手出しゼロのままだそうです。皆さん家に足がついた生活が素晴らしいですね。